検索してはいけない言葉、防犯カメラ男、防犯カメラ男で検索すると、防犯カメラに映っていた男 BB プラス使用例という動画が出てくる。その動画がこちら。点滅が激しいので閲覧注意だが、内容はただのネタ動画となっている。元画像は2008年に大阪のコンビニで起きた強盗未遂事件の防犯カメラ画像だ。画質が荒いため目が非常に不気味に映っており、怖い画像として未だにネットで話題に上がる。なお犯人はすでに逮捕されているのだが、画像にインパクトがあるためか、未解決事件の犯人のイメージ画像として用いられることもある。野崎コンビーフ、野崎コンビーフで検索すると、川翔フーズの商品、野崎のコンビーフに紛れて、怖い画像が出てくる。野崎コンビーフとは、とある作者が描いた不気味なイラストの総称、またはその作者のあだ名である。本人のサイトで読みた人が広めた名称なのだが、なぜその名称なのかは不明である。作者は現在梶谷亮という名義で活動しているのだが、自身や自身のイラストが、過去に、野崎コンビーフとされていたことを公表しており、新たなサイトにも当時の画像を掲載している。当然だが、野崎のコンビーフとも、なぜかヒットする、私はもうお嫁に行けませんの画像とも一切関係がない。スケリーズ島、スケリーズ島はほぼ岩石で形成された小さな島である。スケリーズ島で検索すると、スケリーズ島を Google ストリートビューで閲覧すると、不思議な空間に飛ばされるという記事が多数ヒットする。実際のストリートビューの画像がこちら。幻想的とも不気味とも言えるこのパノラマ画像は、Google の撮影によるものではなく、ベルント・クロンミュラーという人物が、個人投稿でアップしたものだ。Google マップには、ユーザーがパノラマ写真を投稿できる機能があり、Google の審査に通るとストリートビューに反映される。クロンミュラー氏は、パノラマ写真家で、自身がソフトで生成したパノラマ画像を、多くの人に共有するため Google マップに公開したのだが、予想外にもなぜか Google の審査に通ってしまい、そのままストリートビューに反映されてしまったということだ。現在はストリートビュー上からは消えているが、サイケデリカ、シティ、エリア、ワン、という名前で検索すると、パノラマ画像サイトから作品を見ることができる。郵便受けに新聞取りに行ったら、郵便受けに新聞取りに行ったら、で検索すると、閲覧注意、朝起きて郵便受けに新聞取りに行ったら失禁するほどビビったという光景が激写される、という記事がヒットする。中国の掲示板で話題になったという、怖い画像が紹介されているのだが、問題の画像がこちら。郵便受けの中から、一人の女性が覗いている。これは失禁も致し方なし。もちろんこの女性は本物の女性ではなく、郵便受けに女性の写真を入れているだけなのだが、入れ方の問題か妙にリアルな存在感がある。初見ではびっくりすること間違いなしだ。日本国尊厳維持局、日本国尊厳維持局で検索すると、ニコニコ大百科の記事や、YouTube に転載された動画などがヒットする。ニコニコ大百科によれば、日本国尊厳維持局とは、戦後の不安定な社会情勢から、1961年4月に人間の尊厳を尊重することを目的に、設立された組織であるとのこと。2016年に流出したという、国家尊厳維持局によって制作された、政府有事宣言時フィルムの映像がこちら。内容は、日本国は敵対勢力に屈したためみんなで集団自決しよう、というもの。他にも、自殺の仕方、という動画が、2017年に流出している。この組織、そして流出したとされる VTR は、すべてフェイクである。日本国尊厳維持局の書出は、2016年10月にニコニコ動画に投稿された、テレビ下北沢の1日2016年秋というネタ動画の一部だ。また、この映像は、アメリカのクリエイターが2016年1月に投稿した動画、ローカル58、コンテンジェンシー、という放送事故を模したフェイクムービーが元ネタとなっており、内容はほぼ同じとなっている。床暖房が熱すぎる。床暖房が熱すぎる。で検索すると、この画像が出てくる。不気味な仮面をつけた、黒ずくめの人物が、つま先と指先をつけて、四つん這いになっている。この画像は、仮面演劇集団、ファウスト、オアク、のパフォーマンスのワンシーンだという。現在では確認できないが、公式ホームページに画像が掲載されていたようだ。なお、床暖房が熱すぎる、というワードは、写真で一言でボケる、ボケてというサイトにて、この画像につけられたボケである。実際に床暖房が熱すぎるわけではない。ナポレオンズ、スプーン曲げ。ナポレオンズ、スプーン曲げ、で検索すると、スプーン曲げ、という動画がヒットする。とある小学校の教室で、自称超能力者がスプーン曲げをして、二人組のプロマジシャン、ナポレオンズが、本物なのかをジャッジする、という地方局の番組の映像なのだが、とあるシーンが原因で、放送中止となってしまったという、問題のシーンがこちら。超能力者の男性が、子供たちから力を集めて、スプーンを曲げようとするのだが、超能力者の男性が、は、時を送った瞬間、そばにいたアシスタントの女性の首が、ボキと折れる、という衝撃映像だ。こちらの映像は、12編の短編からなる、裏ホラー、という作品の中の、スプーン曲げ、という映像だ。
あまりの出来事に、当たりが静まり返ってしまう部分が、ガチでやらかしてしまった感があり、トラウマだという人もいるだろう。孫娘、人形。孫娘、人形、で検索すると、この画像が出てくる。タッシー・マクタッシュフェイス氏が、ツイッターに投稿した画像なのだが、投稿文によれば、父が娘の人形をホワイトスピリットで、綺麗にしようとしたら、完全に目が取れてしまったので、雑誌に載っていたものを貼り付けた、とのこと。元の人形がこちら、比較すると、目や唇など、顔のありとあらゆるペイントが完全に落ちてしまい、のっぺらぼう状態になってしまったのがわかる。ホワイトスピリットは、塗料の洗浄や、機械、部品の脱脂などに使用される、強力な溶剤のようだ。代わりに雑誌の目を貼り付けたということだが、アニメチックで大きかった瞳が、リアルな小さい瞳になってしまっており、なんとも不気味に見える。これに対して娘さんがどんな反応をしたのか気になるところだ。ベルメスの顔？ベルメスの顔？で検索すると、スペインの田舎町ベルメスで起こった、奇妙な現象に関する記事などが多数ヒットする。1971年、マリア・ゴメス・カマララが住む一軒家の、コンクリートの床に、人の顔のシミが浮かび上がった。マリアの家族たちは不気味な顔を破壊するため、床を削ってセメントを流し込んだが、全く同じ場所に新しい顔が浮かび上がった。この噂は瞬く間に広がり、マスコミがこぞって報道した。このシミは、ベルメスの顔？と呼ばれるようになった。という内容だ。不気味な顔はその後も現れ続け、最も多い時では18個もの顔が家中に出現したという、現れる顔がシミュラクラ現象のような、たまたま顔のように見えるシミという程度ではなく、どう見ても顔だというものだったため、当初から超常現象かインチキか、という議論があったようだ。議論は現在も続いているようだが、未だに真相は明らかになっていない。